い状況なんですよ。でインタビュー行ったら寝てて、うん、でちょっと話出してもすぐ寝ちゃって帰ったとか、あ取材も成立してないようなことがすごいあるんですけど、ただ話し出すと基本これっていう、あすごいですよ。あと寝てるんだ。まあスイッチ入るのがそれなんですよ。で生きるエネルギーすごい濃い感じがしますね、まあ、パラパラと折ってるとか今読み上げますけど、これはほとんど折ってますね。そうです、一冊目はそうですね。まずはあれですね、これ愛人に店を持たせたら女房にバレて大変なことになった話っていうのが今出てきて、大変だ。次があれですね、なんだっけな、そうだ、友人、あの満州時代ですね、満州時代に、満州で NHK のアナウンサーそうです、やってた時に、ね、友人があのまあ転職の女性とやった話ってのが出るわけですよ。わあ、まあ、時代なの？中国っぽいですね。そうです、向こうはね、寝室に行って裸になるとベッドの枕元のあたりに老婆が一人ずつうずくまっていてとか、はあ、でそういうシステムの中やってたら、まあ、友人がですよ、友人がやってたら驚いたんですよ。そのね、5歳の道場のような足がスッと伸びてきて、私の鼻の先につけつけられましたので、一人称が変わってくるんですよ、だんだん。あれどうもおかしい、友人の体験を語るにしては話がリアルすぎる、彼がいつの間にか私になっているって突っ込まれてる。なるほど、久さん気がついたんだ。そうです、みたいなエピソードですね。次なんだったっけな、いやいいですよ、あなんかその昔はね、花電車というのがありました。路面電車に雪や扇やコスモスなんかの花をね、初めて様々な飾り付けをしてっていう、はい、あ女の人が体で引っ張るんです。それは後ですよ、あのオリジナルの方です。普通に電車に、あ、もともとあった。そうです、でそれに乗りたかったけども、うん、夢が叶えられなかったら大人になってから待ち合いに芸者を呼んで花電車をよくやりましたって話になるわけですよ。あ、そうなの、オリジナルがあるってことを知らなかった私、みたいな、こうスカートめくりをよくやりましたとかね。森重さんってね、でもそのお若い頃のお写真ね、今いろいろ出てますけど、そんなになんかこうギンギンな感じっていうより、若い頃から割とこう ね、 そうなんですね、枯れてる風でに見えるのにね、多分50ぐらいからそんな調子だったと思うんですよ、有名なのがね、そのね、まあ、黒柳徹子さんをはじめ、あ誰にでも会うたびに、私あなたとやりましたっけって聞くんですよね。なるほど、ちょいと伺いますが、僕あなたと寝ましたっけ。おおらかですね、そんなのね、忘れてるんですけど、どうでしたっけ。でその人は本当に怒って行ってしまったっていうのは、またこの久世さんが目撃してたりみたいな。だってさ、あの役者さんになっても30超えて結構遅くになられたんですよね、役者さんとかね。そうですよね、だからそういう風にみんなわーってできるようになるのも、遅くからでしょ多分、そんな感じで、お人柄なのかしら、ね、若い頃からそうだったのかしらっていう、だって黒柳徹子さんにも会うたびにそういう話を聞いてて、いや違いますって、私もずっとね一回やろうって言われたけどもやってませんっていう、でもあなたの裸を覚えてるって言い出して、いや私は見せてないって言ったら、徹子さんのグラビアを見てたとか、そういう記憶はすごいはっきりしてるんですよ。あとか、ここはあれですね、なんだ、昔バカでかいアメ車が好きで得意になって乗り回して、あれは移動性のベッドルームみたいなものなので、待ち合い旅館に行く手間が省けて重宝したものです。今カーセックスしてた話になったら、お前さんにバレて、ノックされてっていうね、路上でね、あら、まあ、先生の名誉にかかっては何ですので失礼と思いましたがっていうね、これにサインをお願いしますっていう、ね、粋な警官でみたいな話から山田五十鈴に、なんか山田五十鈴の、はい、これも言葉をちょっと選ぶんですけど、まあ、女性器の石膏で型を取ったものを、山田五十鈴さんの旦那さん、元旦那さんからいただいて、みたいな話。そんな何ベルトのバックルにするんですか。石膏ですから。どんなバックルですか。金型取って。そこから金型を起こしてバックルにみたいな。で、まあベルさんって呼んでるけど、それにさ、僕ベルさんとなんでやんなかったんだろうって言い出した後に、そうだあれがあったって話で、そのお手伝いさんので、俺のあのあれ知らないかっつって、石膏のって、石膏の何ですかって言われた時に、ここでは書けないような直接的な言い方をして、お手伝いさんは怒って帰っちゃったみたいな。誰がその石膏を取ったのかも気になりますけどね。いや、まあ多分その旦那さんがやったんでしょうけど、いやすごい本なんですよ、まあ、っていうのが1冊目。それで2冊目もずっとその調子です、それ4冊あるんでしょ。4冊です。続きます。話が尽きない、ずっと続きます。これ もう一切放送で言えないんですけど、突然あのしみじみと言うらしいんですよ、うなずいたのはポツンと。結局米とほにゃららだなって、これ女性器の話ですね。人生はそれだみたいな話。米とほにゃらら、あなるほど、大事な基礎はそこだと、まあ、生きる力ですね。てかあれですよ、本当にこんなに女性器の名称が出てくる本もないです、そうですか、そしてなんだっけな、突然いろいろ話した時に、前の本で話した女性の話をしだしたらしいんですよ、はい、でインタビュー中に久世さんが、その人が毛深くてびっくりしたんでしょって言ったら、目向いて、あんたどうしてそんなこと知ってんの。
怯え出したとか老人ならではのそういう面白さになってすごいですよ。あなた話したじゃないですか。そうですそうですとかなんだっけな、あそこの音の話とか。音、ね、え、何それ、どういうこと。ああいう音ってやっぱね素人に限りますよって、まああの最中に漏れる音がいいとか。何何それが素人とクロートさんで違うからみたいな話もしてますが、分かる、ちょっとクロートだからって音変わるとは思えないんですけどね、っていうのが、まあ、3冊行って4冊目になるわけですよ、はい、で4冊目になったあたりだから、まあ本当にまあ寂しい話がどんどん出だすんですけどね、もうこの本は、まあ、どこまで続くかお互いがも取材できなくなったら終わりだみたいな感じなんですけどね、はい、でまあ結局久手さんが先に、遺言書なのに久手さんが先に亡くなって終わっちゃうんですけど、そうですよね、でもちょっと僕の壺に入ったのがこれ3冊目の生きてりゃこそっていう本に出てる話なんですけど、こういう話をするときにはいろいろ注意がいるらしいんですよ、ここで言っておくべきことがあるのでちょっと書いておきたいっていう、で何かっていうと、まずはこの久手さん、あの森重さんのお腹の調子が緩めの日は女の話題を避けた方が安全である。なんでだろう。特に描写が具体的な形状あるいは正常に至りせいはこのあっちのせいね、正常に至りそうな場合はついつい機関に必要な不必要な力が入って呆然と自失することがままある、漏らしちゃうらしいんですよ。なるほど、興奮してお腹緩いとね、大変なインタビューしてたんですよね。そうですね。で森重さんもやっぱりそういうお話なさるのお好きだったんですね。ですね。ただその今さあのなんだっけな、さらばダイビングをしょって最後の本になると、だんだんこう下ネタにもなんかスイッチがそんな入らなくなってくるらしいんですよね。下ネタでも力入らなくなってきて、そうなのか。何年のものですか、それ。最後の本がですね、これがいつだったかな、平成18年、2006年ですね。あ、2006年、ああ、最後の2週前の時があれなんですよ、リリーさんの東京タワーのパーティーに出た回が終わりで、誕生フランキーさんの誕生会に顔を出した、何も喋らない不思議な人で、初めから終わりまで穏やかに笑いながらみんなにお酒をね、ついで回って、それだけだったみたいな。実はこの時僕もいたんですよ。あ、そうなんですか、うん、その2週後に亡くなってるっていう話なんですけどね。亡くなってるのは森重さん。森重さん、ああ、久手さんがね、久手さんですね、本当に。でも僕も森重さんが取材したかったんですけど、残念ながら、あ、実際にあのお会いになったことは、さすがに僕の媒体じゃ出てくれないですエロ本メインですからね。アプローチはしたことあるんですか。取材したい人のリストに入れてました。あ、でもさ、ね、本当自宅に行って3時間、ね、のうち2時間は寝るっていう覚悟で行かなきゃいけないわけですから、まあね、なかなか難しかったと思う。3歩進んで2歩下がるんだって、ね、本当にね、なんかでもあれですね、まあ、森重さんに限らず割とねこのコーナーで紹介するご本って、あの自分の性の遍歴を赤裸々に語る ね、あの有名人の方の本って多いですけど、これね一般にも言えることなんだと思うんです。性の話ってね、あのそれを話題にしたから即下品っていうわけでもなくてね、その語り口とかね、視線のありどころとかね、によってはあのすごくほのぼのと、あのかえって他の話題よりお人柄が出たりして、なんかいいですね。借りてるからこそ全然ありですよ、ね、本当に。まあでも大概の性の話はほのぼのしますけどねしますか、若い人どぎつかったりするじゃないですか。そうね、この間思ったんですよ、あの堀山さんと特集やった時に、堀山さんの下ネタってやっぱり聞くんですよ、ね、なるほど。やっぱあれなんですよ、童貞がオナニーの話しちゃうみたいな距離のなさがあるんですよ、生話がね、ネタとしてまだ成立してないっていうか、ありがとうございました、まあ、今日はね急遽森重久弥さん特集でお送りいたしましたけど、また来週よろしくお願いいたします、はいはい、サウンドパティスリープロ書評家吉田剛さんでした。